はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9、2021、ライブ配信始めていきたいと思います。今回は10月4日からですね、多分菊花賞の週だったと思う。天の愛、iPod が、iPod だっけ？三冠がかかっていたり、あと、ブリーダーズカップ秋の天皇賞などもございます。ぜひお楽しみを。Twitch で配信を行っております。YouTube に、2日後ですね、19日、21時プレミア配信で、アーカイブあげます。スイッチのチャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスの上、チャンネル登録いただければと思います。プリーズ、YouTube チャンネルサブスクライブドアンドグッドボタンプリーズ。Twitter もやっております。こちらもスイッチのチャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセス、アカウントフォローお願いいたします。ツイッターマイアカウントフォロープリーズ。では始めていきましょう。ウィニングポスト92021。10月を4週ということで、天の iPod が3冠もかけます。父シーキングザゴールドですね。お、凱旋門員が稼いでるな。そして伊坂さん、ウォッカが稼ぎまくってます。ではレースいきましょう。EP テイラーステークス、型の猫返しは2番人気です。108。ゴーイングソーラーと並んでますね。1番人気はナインサーブとなっております。3歳か、コバのレースか。ウッドバイン競馬場 G1。EP テイラーステークス、芝2000メートルです。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ナインサーブ、これは好スタート。型の猫がエチ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して型の猫がエチ、鼻に立ちます。その後ろからはナインサーブ、この馬も上がっていく構えです。さらにはホールオブファミリー、9番カーディナルスラム、その後ろナインサーブ先手を取りました。少し間が空いてレベラインロータス、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。そしてやや離れてエントリーカリフォルニア、その隣にゴーイングソーラー、
その横にアンシェディッパドリーム、ギブアトザトップ、そのうちに続いています。その後ろにドラマパーティング、2番手かな、並んで混合イノセントインフィニティタームキャシー、このまま展開的には有利だと思うんで、しっかりハートヴィンテージしんがりから勝ってほしいね。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 3勝ナインサーブ、依然として先頭2馬身から3馬身のリード。2番手にビクトリアマイルの勝ち馬、そうだ猫返しはナインサーブ、2番手は肩の猫がエチアンシェディッパドリーム、3番手肩の猫がエチ P1。 さつかわいに行くが最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、でも前の方が余裕があるどこかバテてきてる。2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。残り 200m を通過して束を一気に打ち切ります。2番手はナインサーブ、エントリーカリフォルニア先頭だ。先頭はエントリーカリフォルニア、1着でゴール、2着はナインサーブ、勝ったのはエントリーカリフォルニア、見事な勝利です。残念、なんか3着でした。まあ今年いっぱいですからね、猫返しも。イギリスチャンピオンズフィリーズ&ミアーズステークス、天の虹ブリッジ1番人気。117、110を超える馬は他にありません。クイックリエクセレントか、まあ、問題は追い込みってとこですね。これがどう影響しますか。アスコット競馬場 G1 イギリスチャンピオンズフィリーズ&メアズステークス、芝 2400m です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。タイムトクレピナ前に行きそうです。ブルートザイザーそれに続いています。さらにはジャズストライプ、5番グリックグリック、その後ろジャズストライプ先手を取りました。アンジュレハート、それに続きます。その隣にクライマックスアイバー、エアリスコンフォーム、この馬もこのグループ、ハーモニーシップ、すぐ後ろ内からはクラフピープロスペクト、黒の帽子ウィローシナモン、その後ろ天の虹ブリッジ、この位置です。並んで8番、クイックリエクセレント、中段や後ろってとこですね。追い込みにしては前にいる。これに続くのがベテルギウスタクロウ、並んで6番クレバーカレッタ、最後方にモデストシフト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、少しずつやっぱり位置上げていってますね。虹ブリッジ中段前まで上がってきました。1馬身から2馬身グリックグリック、それに続いています。並んで栗色の馬体ブルートザイザー、ちょっとやっぱ外回らされているのはコースロスがね。並んで前走であっと言わせたタイムトクレピナ、すぐ隣にアンジュレハート、前はジャズストライプ、まだ粘っています。2番手はグリックグリック、どうだ、かわせるか。3番手天の虹ブリッジ、この位置から届くのか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。虹ブリッジ上がってきた、どうかな。でも他の馬の方の方が伸びるらしいがいいな。先頭グリックグリック、厳しいな。前を捉える勢い、天の虹ブリッジまだ後ろ懸命に前を追っています。残り 200m を通過して、位置は悪くなかったのにようやく伸びてきたけど遅い。ハーモニーシップ、ハーモニーシップ1着、2着は微妙です。勝ったのはハーモニーシップ、見事な勝利です。4着でした。金量か、さあ富士ステークス天のハリポタです。当選者なおうか、ハリポタ1番人気です。グリグリ浅草田園、クラブは凱旋期間も言うけどこれ人気ないからな。あとペールギュントあたりですね。ダイジェスト、東京 G2 フリーステークス芝 1600m です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ストロングブラッド先頭、外から天野ハリポタ、ここで先頭変わりました。抜け出しそう。先頭は天野ハリポタ、リードは1番。外からも来てますからね。残り200メートル、先頭は天野ハリポタ。でも抜け出しましたね、完全に。浅草田園、天野ハリポタ先頭だ。勝ちました。1着、2着は浅草田園、3着に凱旋キライダー。キライダー3着なんだ。見事な勝利です。キライダーまだ4歳か、ハリポター7歳。もうもまあ、今年限りで引退なんで、ハリポターも。さあ、いよいよ菊花賞、天野 iPod が3冠がかかります。インタビュードリームジャーニーは強いな。でも距離持ったっけ、ドリームジャーニーって。ドリームジャーニーは本誌本命を取られてますね。ダービー3着馬となっております。海外で2連勝して、この、三冠を決めるレースに出てまいりました。なるほど。まあ、レースいきましょう。さあ、いよいよ三冠なるか、天野 iPod。 菊花賞がやってまいりました。京都3歳、芝 3000m G1 ボバクラシック最後のレースです。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。 そして距離適正、誕生に期待がかかります。天野 iPod、 歴史的な瞬間をしっかり見届けましょう。さあ、最後は大外枠のディンキーヨルモス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、浅草キングス。これはコースタート、まあのスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して浅草キングス、花に立ちます。さあ、先行策へ。ディンキーヨルモス、この馬も上がっていく。内枠ですからね、やっぱある程度は前行くでしょうね。天馬バトラー、その後ろ先手を取ったのは浅草キングス、好位置をキープしています。天野 iPod、 その外にメジロウィルダーネス、オリーブセダン、すぐ後ろ並んで10番キュアハピネス、メジロヌーベル、この馬もこのグループ。その横にアルナスライン。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあ、この辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。そして大きく離れてスリーシューズ、この位置です。その外からヤマニンスターリー、オリーブロック、そのうちに続いています。その外にスクオンホース、その隣にエンマムーブメント、すぐ後ろにオリーブ風船、その外に。さあ、外枠に前に行く馬が多くなっておりますんで、どんどんiPod をかわしていこうとします。第2コーナーに向かいました。前の方からもう一度見ていきましょう。12番浅草キングス、依然として先頭。コーナーは凝りしてますからね、 iPod は。5番手グループです。これに続くのがディンキーヨルモス、その後ろからはスリーシューズ、一番人気の天野 iPod、 現在先団です。オレンジの帽子、メジロウィルダーネス、その後ろ。さあ、勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ、先頭はまだ仕掛けていく場所ですからね。確かに2番手はもうちょっと外へ持ち出しましたね、 iPod。 iPod、 さあ、問題は距離なんです。未知の距離が戦いだ。さあ、先頭はちょっと内に刺さってしまった。これがどう影響するか。あ、でも伸びてきてるぞ。先頭に躍り出たが、ドリームジャーニーはダメだ。ドリームジャーニーは
番手は完全に三冠決定です。勝ちました。強い強い天野アイポッド圧勝ゴールイン。2着はメジロヌーベル、3着にスリーシューズ天野アイポッド、三冠達成。見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。さあウィーニングラン天野アイポッドやりましたね。小島太。確かマナイポッド寿命確か覚醒だったと思うから、楽しみですね今後も。肩のマツケン、まあさすがにオープン特別なんでね、負けられないです。重賞を取ってる馬でもありますしね。ダイジェスト、新潟オープン特別信越ステークス芝 1400m です。さあ直線に入りました。これから持ったまんま肩のマツケン先頭突き放しにかかります。残り 200m、 後続はまだ後ろ。2番手はブルーメンブラッド、ここでは勝って当然です。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はブルーメンブラッド、3着にプレミアムボックス。これは桁外れの強さだ。肩のマツケン、もうちょっとレベルステージ上げていきましょう。次走から58キロ背負わされてますからね。さあハウルですね、大量出走となります。アメリカだけでもこんだけ出走するからな、ほぼ全レース出走するんじゃないでしょうか。すごいことです。そして JBC クラシックとリリース CL に2頭ずつ、秋の天皇賞には3頭出走いたします。これな、1頭ずつみんな違うレースに出るんだ。さあブリーダーズカップターフが世界最強馬決定戦になります。ハドマイアムーン、リアントーマス、イングリッシュチャネル、三強の対決となります。その中でアドマイアムーンが最有力という感じなんでしょうかね。お、ボーナス賞金があるんだ。ジャガーメール3勝を挙げてますが、イナーシオ特別で勝ったばっかりですね。セントライター5着で菊花賞出走はならず。成長型まだわからないんだ。三冠馬オーラ、ディアントーマス、
ロフォン騎手との相性は5ですね。 G1 発祥はすごい。キングジョージ取ってる馬なんだ。なぜ凱旋門賞に出なかったのかっていうほど、昨年は6着に敗れてますが、発祥はすごいな。アドマイアムーンとは1勝1敗、 C を消する時です。さあまずは天の椿、悪くないですね。田の春日は悪くない。ひねループは一周放牧しとっか。フェイトは入球前です。この辺はデビューが近い。メド戦記は、ベゴニア賞ですね。次走は一周放牧しときましょう。千の風ちょっと疲れが心配だな。千の風はスマートハルコン、ブルースリーもデビューが近い。小泉もオペラ賞もう2勝してる。あ、小泉はそうか、6勝であと2勝ですね。コックスプレートに挑む。ハウルは今何勝、まだ1勝か。まあマイルかな、マイルでいいのかな。ダービーはダイワスカレットいますからね。この辺に出てもいいかも。でゼニアッタもビシディスタフ、アマナイボット、そうか。いや、ジャパンカップかな、むしろ。G1 5勝で 目です。覚醒なんで焦る必要はないです。香港カップに出してもいいかな。ジャパンカップっていう手もある
ジャパンカップかな、遊戯王、ハリポタ、まあ出しましょう。ちょっと待った、今なんて言った？ PC ターフに、嘘、なんで？BC ターフに出走できなくなるって、 BC ターフ出ないんだが、なんで BC ターフの話があるんだ？いや、出ませんよ、 BC ターフ今年は出ない。なんで BC ターフの話が来てるんだろう、出られないのに。さあ、覚醒ですわよ、これからですね。海外のやっぱり住所も問いたいよな。オタイランド勝ちましたが、想定内。まあでも覚醒ですからね。今6520万なんで、もう一勝だけ、オープン特別使ってもいいかもしれません。ジュピターがこれ、まあ以上出ていいでしょう。アテネが香港バーズか、2400、長距離ならこの馬っていう感じなんでしょうかね。18000か、金車さ、アドマイヤムーンが挑みます。そして香港カップは、香港カップ挑ませるんだ。自分発症してますよね、なんでこれで引退だけど、ぶつかるな。ぶつけはちょっと、これはちょっと行き過ぎだし、距離も長い。11月を3週までは我慢したいね。しよう、確かにケア杯でもいいかもしれない。これはちょっと距離が長い。ケア杯行くかな。60、そうなの。マツケンって今どのぐらいの賞金？海外行こっか。どれがいいんかな。これあたり出てみる。きっと的は不利。誰クラシック、でも G エベレストで強い馬が G1 18勝ってすごすぎるな。あーでも結局フランスでも不利なんだ。これがマイル出た方がまだいいぐらいだろうな。あれ、これはびっくり、まだ出れるレースがあるんだ。今から入れる保険はありますかみたいな感じだよな。まあ調子悪いな。
てるてる秋天ですね。11勝か、まあ、今年いっぱいだと思いますね。てるてるも桜を調子上げてきましたね。いよいよ22戦、どうかな、寿命とか間に合うかな。さあ極戦はだんだんと格を上げてきております。まあ連覇ですか、勝ったら。だ連覇ですね。たまちゃん14勝ということで、おそらく最終年になりますが、いや最終年じゃないな、来年も長距離戦線で頑張ってもらいます。ダイヤメジャーは最終年ですね。引退せざるを得ません。でナルトが8勝、勝てたらいいな。なんだこのシャメールを調子は。全然放牧しなかったんですね。ん？ちょっと落としてる？距離が長いな。これならこっち出た方がまだいいや。遊戯王がジャパンカップ。ということで、金引きりか、 BC クラシック金引きりが挑みます。最上位起点は天野てるてるですね。名将サムソンらに挑みます。天野ビフォア風ですが、サンステークさ3番手してこれですね。中立とは投資戦長競争寿命、うん、思い入れ満タンやんかと思いますね。あと結果的にはあのマイアムーンの投資らを上げて挑むということになります。さあまずブリーダーズカップシリーズは最初、フィリーズターフからですね。
ジュベナイルフィリーズタウン天の椿ですが、残念ながら5番人気、2歳、でも2歳だからな、一応ダイジェストでいきます。先方は選べますが、差し湯の馬の方が少ないんで、この周りでいきます。ダイジェストです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、ラグーンに沈んでるや、外からの足伸ばしてるよ。必死に追う2番手は天の椿、でも2着馬ですね。ナイスカーズ1着、2着にはどうやら天の椿、3着にグランドニードルズ、勝ったのはナイスカーズ、見事な勝利です。一頭前に馬がいた。BC フィリー&ミアスプリント天の世界中1番人気128、これはもう勝てるでしょう、ダントツでしょう。勝ちを積み重ねたいです。レースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップフィリー&ミアスプリントだと 1400m です。世界各地から快速自慢のレディーたちが集結しました。全米最速のスプリント女王に輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップフィリー&メアスプリント、いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ果たして何が行くでしょうか。アリオスシェーン前に行きそうです。ドリーミングオブアンナ、それに続いています。さらにはキャロットゴシップ13番カリズマティックシエロ、その後ろアリオスシェーン先手を取りました。好位置をキープしています。天の世界中ケリーズアーバ、それに続きます。内からはスピニングイベージョン、その外からグラブファシル、その隣にスワラージレベライン、これに続いてウェルクイーン、並んで栗色の馬体インディア、ウィッシングオータム、そのうちに続いています。先頭は依然としてアリオスシェーン、ドリーミングオブアンナ、ほとんど差がありません。3番手に天の世界中、絶好の手応え。3番手ですか。あ、でももう先頭を伺いますね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して、ここで先頭を変わって天の世界中、2番手はドリーミングオブアンナ、天の世界中、1つ追加されました。圧勝です。独走天の世界中ぶっちぎりです。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の世界中、まさしく日本が世界に誇れる馬です。あ、連覇だったんですね。BC ジベナイルフィリーズ片野春日です。4番人気か、2歳だからな。110代の馬がもういるんだな、厳しいな。さすがに簡単には勝たせてもらえません。差しで行ってみるか。ダイジェスト、サンタニタ競馬場 G1ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズダート 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。中割ってくる、中割ってきた、追い上げてきた、届くかな。さらに突き放します。アメリカンアルポイズ先頭だ。先頭は3着か、1着でゴール、2着にはどうやらエイトベルズ、3着に片野春日、勝ったのはアメリカンアルポイズ、見事な勝利です。の方、BC フィリー&メアターフ天の世界に花1番人気、調子のいい馬が多いな。128はいいんですけど、他の馬もみんな強い馬ばっかりです。バッカーレ、ナニナ、プライスタグ、ピーピングフォン、みんな強い馬です。ではレースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップフィリー&ミアターフ
牝馬限定芝 2000m です。芝の女王決定戦ブリーダーズカップフィリー&メアーターフです。華やかに美しく、そして誰よりも早くここを制し最強牝馬の座につくのは果たしてどの馬か。まもなく発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。先行争い何が行くでしょうか。バカーレ前に行きそうです。ガンエクセラーそれに続いています。さらにはプレミアムカナリナ、 G1 馬ヌーベルエリー、その後ろ先手を取ったのはバカーレ、その外からジレットインソレンス、並んで11番ラハドゥード、これに続いてピーピングフォーン、その隣にパニーライダー、天の世界の花、この位置です。その後ろからはナニナ、クインディースターク、すぐ後ろオレンジの帽子ストレートミネルバ、その後ろすぐ後ろにプライスタグ、しんがりからステージジュニア、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から11番ラハドゥード、レースを引っ張ります。その後ろにガンエクセラー、間が空いてプレミアムカナリナ、並んで3番ヌーベルエリー、好位置をキープしています。天の世界の花、すぐ後ろにピーピングフォーン、並んで G12 勝ハニーライダー、ストレートミネルバ、この馬もこのグループ、ジレットインソレンス、それに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として11番ラハドゥード、まだ中段ですね。まだここから押し上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。いいんじゃないでしょうか。先頭に躍り出た世界に花、変わって天の世界に花、2番手はハニーライダー、天の世界に花、はい、勝ちました。激戦を制しましたね。3着にバカーレ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の世界に花、まさしく日本が世界に誇れる馬です。見事すぎですね。ハニーライダーが2着か。さあ次行きましょう。BC ディスタフ、いよいよ前にあった出走ですが3番人気なんだ。これはびっくりしました。まあでも前にあったこれからの馬だからなっていうのもある。ちょっと納得、人気がなさには納得いかないですね。まあバランスとかはランドポンドはみんな強いのはわかるよ。でも一方勝負できると思うけどな。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップディスタフは牝馬限定ダート 1800m です。アメリカ競馬の祭典に花を添える最強女王決定戦ブリーダーズカップディスタフ、最高峰の舞台で女の意地と意地が激突します。華麗なる戦い、間もなく開演です。スタートしました。ウィニーズオブリック、好スタート、綺麗なスタート、5分のスタートかな。ウィニーズオブリック行きました。続いて前へ行くのはウェイトアファイル、さらにはラウンドポンド、14番スクワートカーラ、その後ろ先手を取ったのはウェイトアファイル、これに続くのがアンティレイド、その隣にレディージョア、その後ろからはキャピタルカフェ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、ジェットコーナーズ上がっていきました。ゼニアッタ後ろからになりました。すぐ後ろにグリーンウィンドウ、内からはオクターブ、さらにはマリンサイド、緑の帽子バランス、その後ろしんがりからパピルスアップル、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。3番ウェイトアファイル、依然として先頭、ラウンドポンド、すぐ後ろ、そして大きく離れてスコアートカーラ、この位置です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として足毛の馬体、ウェイトアファイル、ラウンドポンド、ほとんど差がありません。間を挟んでスコアートカーラ、3番手ゼニアッタ、ゼニアッタ上
がってきたが、ここからの伸びが問題です。あ、でもいい伸びはしてますね。勝ちそう、勝ちましたね、勝ちました。3着にバランス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ゼニアッタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ありがとうございます。はい、ゼニアッタ勝ってくれました。3番人気もかかわず砂の女王になりましたね。あ、間違えた。さあ、ブリーダーズカップターフスプリント、キンシャサの奇跡、一番人気となります。今度は金車座の奇跡、ブリーダーズカップターフスプリント、ゼニアッタが、勝ちましたので、金車座の奇跡、今度は芝の短距離王に続けとばかり挑みます。137、圧倒的ですね。2番人気がマルシャンドール、3番人気リズンリソルバーとなっております。レース行きましょう。サンタリンダ競馬場 G1 ブリーダーズカップターフスプリント、芝 1300m です。スピード自慢たちがさらなる高みを目指します。千葉の最強スプリンターに輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップターフスプリント、まもなくスタートです。スタートしました。ポンと飛び出したのはキルエーシェント、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくキルエーシェント行きました。続いて前へ行くのはフィズフィズ、さらにはリズンリゾルバー、14番ヴィンテージショット、その後ろ先手を取ったのはキルエーシェント、少し開いてドージングトレボロ、その外からドライヤードデューンス、内からはバルダスピア。各馬サンタニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。ここでフィズフィズ先頭に変わりました。2番手はヒルエーシェント、3番手に金車座の奇跡、金車座の奇跡、大外から赤の帽子、金車座の奇跡、さあ先頭を伺う、カーブして直線コースに入りました。日本と世界、手間を変える、ここで先頭は金車座の奇跡、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り外はどうだ、なんとか粘るか。2番手はマルシャンドール、金車座の奇跡、はい、勝ちました。金車座の奇跡、強い強い金車座の奇跡、圧勝ゴールイン。2着はマルシャンドール、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金車座の奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。金車座の奇跡やってくれました。ブリーダーズカップターフスプリント制覇です。 G1 4連勝。BC ダートマイル、天の気持ちいい一番人気、123、シャックテンタムが120なんで、
こちらがあの強いライバルとなります。ソシャクテンタムは3番人気、2番人気スピアフィッシュシャークとなっております。この辺が有力馬だろうな。レース行きましょう。サンタアニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップダートマイル、その名の通りダートの 1600m のマイル戦です。マイルを舞台にそのスピードとパワーを競います。全米最強のダートマイル王に輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップダートマイル、いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフローブカラフル。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフローブカラフル鼻に立ちます。その後ろからはゴールドプローブ、この馬も上がっていく構えです。スパイとフルエンデバー、お先頭に躍り出ましたね。先手を取ったのは天の気持ちいい、その後ろからはゴールドプローブ、内からはスピアフィッシュシャーク、向上面に入っていきました。その後ろにシャックテンタム、黄色の帽子フローブカラフル、その後ろこれに続いてベアシング、その隣にアルマゲストマルガルラ、その横にウェルアームド、トリプルファイナルス、この馬もこのグループ、ファイトベッド、すぐ後ろその外からベルベットパレス、並んで4番シングタップ。さあ先頭はゴールドプローブ、まだ粘っています。2番手は天の気持ちいい、これは再度先頭へスピアフィッシュシャーク、3番手、さあ天の気持ちいい、逃げ切れるか、後続集団、いい感じですね。日米王者の争いだ、天の気持ちいい、まだ持ったまんま、残り 200m、 これは完全にちぎれた、これは勝ったでしょう。手はスピアフィッシュシャーク、後続は大きく引き離す、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はスピアフィッシュシャーク、3着にトリプルファイナンス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の気持ちいい、まさしく日本が世界に誇れる馬です。うまくいくときは本当にうまくいくもんだな。ダートの1006で32秒7って すごいよな。あの高速馬場のアメリカとしても速いかも。お、海外遠征です。待望の海外遠征を確保です。これからの馬でしょう。さあ、BC マイルダイヤメジャー登場、一番人気、これはあでもダントツじゃないな、ラモンティがいる、この辺が立ちふさがります。ミエスクアプルーバルは強いよな。あとアフターマーケットあたり、でもアフターマーケットは100、そんなに高くないから、ミスカープルーバルの方が強いかもしれません。さあ、ダイワメジャーはこの年、今年までですんで、現役はしっかり勝ってほしいところです。レース行きましょう。サンタアニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップマイル、芝 1600m です。ますますヒートアップするブリーダーズカップで、今度は芝のマイル王者決定戦、ブリーダーズカップマイル、世界のベストマイラーたちが頂点をかけて戦います。いよいよ発走です。スタートしました。シルキーハンズ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくシルキーハンズ行きました。続いて前へ行くのはキップデビル、さらにはアフターマーケット、 G12勝、ウレカドール、その後ろ先手を取ったのはアフターマーケット、少し離れてスパイラルシュタイン、続いています。好位置をキープしています。ダイワメジャー、並んで7番フィアレス、5
この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向正面に入ります。すぐ隣にミエスクズアプルーバル、濃いですねダイメジャー、なんか自然に行っているとこがいいですね。そのうちに続いています。内からはエクセレントアート、縦の足がありますね。最後方にダッシングカルパーニア、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はアフターマーケット、切符デビル仕掛けていきました。一気に先頭を伺う、絶好の手応え、さあ決着をつける時だ。日曜まだ持ったまんまだ。残り200メートル、先頭に躍り出たダイヤメジャー、先頭だ。後続を大きく引き離しましたね。後続の足はどうか。ダイヤメジャー勝ちました。段違いの強さです。2着はラモンティ、3着にキップデビル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイヤメジャー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあもう最後の年のブリーダーズカップを制覇しました。ブリーダーズカップマイル、ラモンティを破っております。さあ BC ターフです。アドマイアムーン、これが世界最強馬決定戦となります。1番人気132はでも激戦ですね。イングリッシュチャンネルも132で並んでおります。本当に大激戦と言っていいと思います。4番人気まで収集つけましたが、実際はそれ以外の馬も本当に警戒強い大激戦の世界最強馬決定戦、ブリーダーズカップタイフです。ディラン・トーマスは3番人気、イングリッシュチャネルは2着、2番人気となっております。レースです。ワールドホースチャンピオンシップ、世界最強馬決定戦、ブリーダーズカップターフ、サンタニタ競馬場芝 2400m G1 です。世界の王道路線のトップホースがここアメリカに集結しました。日本最強馬アドマイアムーン、さらにはアメリカが誇るイングリッシュチャンネル、それに続く歴戦の強豪たちが世界最強の座をかけて真っ向勝負、究極のチャンピオン決定戦、今スタートします。スタートしました。勢いよく飛び出したのはイングリッシュチャンネル。イングリッシュチャンネルがいいスタートを切りましたね。決してアドマイアムーンも悪くないスタートなんですが、さらにはキングズドラマ、10番アルーリングシエラ、その後ろオーソライズド、先手を取りました。各馬サンタニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。そして大きく離れてディラン・トーマス、この位置です。好位置をキープしています。アドマイアムーン、少し開いてフィルガンビット、この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで3番ベタートークナウ、エルセギュンド、この馬もこのグループ、その外にインカス、オレンジの帽子、4番手3番手グループですね。そのうちに続いています。その外からビバファタカ、シンガリからグリーシェクロース、この辺りで4番手につけております。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 G1 2勝キングズドラマ、レースを引っ張ります。さらにはイングリッシュチャンネル、間が空いてオーソライズド、そしてやや離れてアルーリングシエラ、好位置をキープしています。アドマイアムーン、その外にインカスエポナ、その隣にアナイブティフラムズ、内からはディラントーマス、さあその外にやっぱり見ながらイングリッシュチャンネルを見ながらの競争になるんですが、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。どうなりますか。さあ一気にほとんど差がありません。押されるようにイングリッシュチャネルを仕掛ける。あ、でも先頭に立ちましたね。意地のぶつかり合いだ。残り200メートル。イングリッシュチャネルを置かれていく。先頭は変わってアドマイアムーン。2番手はイングリッシュ。いや強い。アドマイアムーン、この馬で決まりか。完璧です。やりました。2着はイングリッシュチャネル。日本が誇る王者アドマイアムーン、世界最強馬に君臨。
王道路線の頂上決戦を見事制しました。今年も世界最強馬決定戦取ることができました。アドマイアムーンでした。BC クラシック金引きり登場、一番人気、これがメインレースですね。金引きりは133、ストリートセンスが130と激戦となってますね。プレミアムタップもいるし、あと3番人気にブラザーデレックもいます。前に馬多いですね。これがどう影響するか。ストリートセンスはやっぱりまっためていけるんで有利かもしれませんね。レースです。さあ、ブリーダーズカップシリーズもいよいよ、ね、メインレース。ブリーダーズカップクラシックダート 2000m です。千秋楽って言おうとしたんだ。アメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップもいよいよメインレースを迎えました。世界中から集まった砂の強豪が最強の座を求めて戦います。さあ今年のクライマックスブリーダーズカップクラシック、まもなく発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはヒドゥンサンセット、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくヒドゥンサンセット行きました。続いて前へ行くのはハードスパン、さらにはコメンテーター、5番ローヤーロン、その後ろハードスパン先手を取りました。アインシュタイン、それに続きます。並んで G12 勝ブラザーデレク、内からはマニーサイド、その隣にプレミアムタップ、金引きり、後ろからその後ろからはガバマン、サンリバー、集団ですね。金引きりは集団じゃなくて、カーリン、シンガリからストリートセンス、各馬砂煙を上げて、ちょっと金引きに引っかかってない。先頭に戻りましょう。11番ハードスパン、依然として恋まで上がってしまってます。ジョージワシントン、ずるずると後退しました。場内騒然、レースにどのような影響が出るでしょうか。先頭から最高峰までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。リードは1馬身から2馬身、アインシュタイン、それに続いています。先頭は依然としてハードスパン、ハードスパン、さらにリードを広げます。2番手はアインシュタイン。さあここからどうだ。金引きり、ちょっと上がり方が鈍い。まだ動きません。後続も追い上げて、さあ仕掛けていく金引きり。アインシュタイン、さあ決着をつける時だ。日米王者の先頭には踊り出たが、あこれ強いな。金引きり、ぶっちぎった。最後も金引きりも圧勝です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金引きり、まさしく日本が世界に誇れる馬です。強い。ジョージワシントンは大丈夫か。あー残念、ジョージワシントンは擁護不良です。これも競馬、ブリーダーズカップクラシック連覇となります。喜べないですよね。お、2歳で凱旋ハンカチが勝ったんだ。
さあもうこれ何勝したんだ BC カップで 1,2,3,4,5,6,7,8 勝しましたね。ブリーダーズカップ素晴らしい成績です。さあ JBC レディース CL 天の冬ソナが1番人気、天の極戦2番人気となります。レースいきましょう。大井競馬場 G1 JBC レディースクラシック牝馬限定ダート 1800m です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。クリスタルショア好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してクリスタルショア鼻に立ちます。その後ろからコインつけてますね。極戦がなっていく構えです。さらには天の冬ソナ無敗のオンザスクール、その後ろこの辺りで各馬第一コーナーにかかります。先手を取ったのは天の極戦、少し開いてステータスバンク、すぐ後ろにさようなら、さらにはエルキャロルッド、その後ろにボールモード、その外にグローブフォース、ピンクの先頭2番手をつけました。眼光していきます。すぐ後ろ内からはアドマイヤきらめき、しんがりからチャームアスリープ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から、依然として G1 馬天の極戦、この馬がペースを作っています。その後ろに天の冬ソナ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として4番天の極戦、2番手は天の冬ソナ、間を冬ソナが先頭へ、3番手天の極戦 B1 です。さあここからどうか、4コーナーをカーブしてまだ極戦頑張ってますが、先頭に立った天の冬ソナ、1馬身から2馬身のリード、残り 200m 冬ソナ抜き出しますね。さらに引き離していきます。2番手は天の極戦、天の冬ソナ、この馬で決めた。冬ソナが勝利です。強い強い天の冬ソナ、圧勝ゴールイン。2着は天の極戦、3着にオリーブドーン、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天の冬ソナ。ジムは2連勝、極戦は2着、大舞台だ。地方交流でも大舞台獲得できるんですね。 GBC クラシック天のデゼンシーが1番人気、天のナルトが2番人気です。2と大外枠となってます。ではレース、んちょっと待った、先方はまあ前に行く馬が多いかな。このまま行きましょう。レースです。大井競馬場 JPN1 JBC クラシック、地方のビッグレースだと 2000m です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争いフレンドシップ、前に行きそうです。キングスゾーン、それに続いています。さらにはモエレトレジャー、4番シャーベットトーン、その後ろ先手を取ったのはモエレトレジャー、すぐ後ろにドージングセブン、その外からファイネルボーノット、黄色の帽子マチカネカンディア、その後ろからはアマノナルト、内からはフレンチウィスク、この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。並んで古豪アンドゥーオール、最後方にアマノデゼニシー、各馬砂煙を上げて、追い込みですからね。もう一度先頭から、
1番モエレトレジャー依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがシャーベットトーン、その隣にドージングセブン、その外にキングスゾーン、並んで7番マイネルボーノット、その横にフレンドシップ、マチカネカンディア、それに続きます、並んで最強王者アマノナルトがフレンチウィスク、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナー集団や後ろかな、先頭は依然としてモエレトレジャー、2番手はシャーベットと、ナルト早く仕掛けていかないと勝てないよ。10番アマノデゼニシー、あー、ナルト下がっていく。デゼニシーが上がっていきます。持ったまんま追い出す。ナルトも来るが、2番手はアマノガルト、アマノデゼリシー、先頭アマノデゼリシー、ワンツーフィニッシュ、2着はアマノガルト、3着にモエレトレジャー、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはアマノデゼリシー、ワンツーフィニッシュ、デゼリシーが勝利です。3連覇、ナルトはアルテミスステークスクラブバー凱旋タラコです。本種は本命ですね。一番人気はヒシプリーチ、凱旋タラコは福永鞍上です。ダイジェスト、東京 G3 アルテミスステークス2歳芝 1600m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。高畑バラコイス先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい、いいんじゃないかな。手応えは悪くありません。前を捉えられるか、残り 200m、 先頭は変わって凱旋タラコ、先頭に躍り出た。2番手はハートオブクイーン、凱旋タラコ先頭だ、先頭は凱旋タラコ、1着でゴール、2着はハートオブクイーン、3着に高畑バラコイス、見事に勝ちました凱旋タラコ。スターステークス天のビフォアフです。一番人気、あ、いい印ですね。でも小倉派記念5着、オールカマ6着なんですけどね、これ勝てるの本当に。ダイジェストいきましょう。京都競馬場 G2 毎日放送賞スワンステークス芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。カルタコモドール先頭、内からさあ上がっていった。カルタコモドール先頭、残り 200m を通過してアマノビフォアフ先頭だ。2番手はアリアンサーガ、った先頭はアマノビフォアフ、1着でゴール、2着にはどうやらアリアンサーガ、3着にパフェカナス。まずは前哨戦を制しましたアマノビフォアフ、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。G2 勝利、滝涼花距離短縮、そして天皇賞秋は3頭出し、アマノテルテルが1番人気、シャメール2番人気、アマノブログ4番人気です。名称サムソン、コスモバルクらが他に出てまいりますが、テルテルがグリグリです。さあ、2番人気以降の戦法をどう選ぶかですね。名称サムソン差しかな、テルテルが先行だからな、いやブログの方を差しにするか、これどうだろう。じゃあレース行きましょう。東京競馬場 G1 天皇賞秋、コバの中距離
秋中距離最強馬決定戦です。芝 2000m となります。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のコスモバルク、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。シルクフェイマス、これは好スタート。パレススポット、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてパレススポット行きました。続いてシルクフェイマス、パレススポット先手を取りました。内からはユートピア、好位置をキープしています。アマノテルテル、これに続くのがアマノブログ、その外からインティライミ、その外にグレイトジャーニー、名称サムソン、その前に進出コスモバルク、そのうちに続いています。間が空いてアドマイヤ富士、すぐ後ろにファイヤーゲーム、並んで漆黒の馬体、キングストレイル、ブラックタイド、すぐ後ろ、その隣にカンパニー、すぐ後ろにポップロック、黒の帽子、アドマイヤキッス、その後ろ、その外にアマノシャメール、しんがりからエアセレソン。 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。テルテルは思ったより前行ってないかなと思いますね。ここでユートピア先頭に変わりました。まだ粘っています。後位から中断。2番手はパレススポット、名称サムソン、3番手アマノテルテル、まだ動きません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってパレススポット、内から名称サムソン、外からアドマイヤ富士、アマノシャメール、いい足だ。ここから勝負をかけます。残り 200m を通過して、先頭は変わってアマノブログ、ブログだ。2番手はアマノシャメール、アマノブログ先頭だ。わアマノブログ、意外な結果。アマノシャメール、3着にアマノテルテル、これが世界を制した実力だ。アマノブログ、アマノブログでした。もうワンツースリーフィニッシュですね。ウィニングランです。マノブログ4番人気でしたが、3頭の中では最低人気でしたが、それを覆す、優勝です。まあ3歳ですからね。テルテルは思ったより前に行けなかったですね。どうしたものかな、なんか元気がない感じ。そしてカシオペアステークス、天の想定内はオープン特別か。クラブは凱旋カリビアンも登場。ダイジェスト、京都オープン特別カシオペアステークス芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋カリビアン先頭、外から勢いよく天の想定いない、あと 200m 天の想定いない、先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい、天の想定いない、なんとか勝ったけどな。1着、2着にはどうやらウィンドアピカ、1番人気に応えました。天の想定いない、見事です。付き合わせなかったですね、思ったよりも。まあ、58キロっていうのもあるかもね。スピード能力ならいいものを持っている。 B とか C とかになっちゃうな。まあ、ちょっと頭数は減りますが、それでも海外だけ6レース。お、
来ましたね。アリス・リードちゃんだ。すごいな、ウエスタンだな。まあ、今年いっぱいですからね、あのマイアムーンも。と、まあ、喜びで溢れてるところではありますが、ちょっと、買い物のために10分から15分ぐらい離れようと思います。トマちゃん最上位だ。あと2週分やりたいと思います。思ったよりはやっぱり時間を使うよな。一旦セーブして。ということで、この画面表示したまま、買い物行っていきたいと思います。10分から15分後にまたお会いしましょう。そのままにしておきます。はい、お待たせいたしました。では、再開したいと思います。まずはローテですね。遊戯はまあこのまま行けばよい。デゼンシーは引退かな。このままもう18勝もしてるからな。武豊と関係は上げとかないとな。主戦竹豊だっけ？竹豊だな。まあ普通に考えればこれですね。東京大商店に出そう。今は？まあ、休ませてもいい。あ、11月を4週に放牧してもいいかもね。ハリポタがマイル。まあ、富士ステークス勝ったから、出ざるを得ないですよね。調子かな。
ダイヤメジャーですね。今年いっぱい最後のマイルチャンピオンシップになります。春秋連覇がかかります。ね、名古屋グランプリ、ん、これはなんだ、チャンピオンズカップか。まあでも出さざるを得ないですよね、極戦。でもどうなんだろう。あ、まあでも出ないとしゃあないか。まあ海外行った方がいいかも。うん、出してみよう。でもスピード大丈夫かな。猫返しはどこで、ね、EP テイラーステークス。まあビクトリアマイルまだ勝ったばっかりだし、ちょっと距離が長いな。猫返しは1500の2500、芝ですよね。まあエリジョ出てもいいけど、チャレンジカップかな。ね、金引きり、金引きはこれ13勝目です。チャンピオンズカップ制覇を目指しますかね。なんでだろうは、毎朝刊取ってるから挑ませたいんだ。でビフォアフが、中日新聞杯、中日新聞杯か。まあ悪くないけどな、これならマイルとか挑戦させたいけどな。まあでももういいか。何キロ背負わされるんだビフォアフ。まあ58キロならギリギリ。そうですね、ミヤコステークスからチャンピオンズカップ。スーマか。世界に花が13勝となります。あーでも中一周はちょっと厳しいな、やめときましょう。え、距離は1004の2600だから、むしろ香港マイルの方がいい、面白いかもね。あ、こっちもありますが、まあ、香港マイルにしときましょう。竹豊か。あ、いや、横乗りでいいかな、思い切って。横乗り乗せましょう。で、てるてるが、今何勝 ?11 勝ですね。ジェシー挑ませます。で、ニジブリッジの桜がそれぞれリジョか。ニジブリッジは3勝ですが、もう、多分、こと、最後の挑戦になるだろうな。桜はまだ頑張れます。どっちかといえば桜に勝たせたいな。ニジブリッジはあんまり勝たせたくない。ちょっと回避してもらおう。JC とかでもいいぐらいだよな。JC、あ、ダメだ。頭数が多すぎる。ブログとか出るんだ。じゃあ、有馬かな。でも有馬もちょっと、この馬にとっては、辛いか。
海外だったら、この辺かな。一応かぶりはないかな。あるか。脳トレがシガーマイルハンディにエビナで登録されてしまっている竹豊にしよう。あ、でも竹豊はかぶるんだ。なんで JC 誰か出るんだ。遊戯王が竹豊へ乗るんですね。まあ、いや、別にいいや。和田龍二。23戦19勝はすごいな。さあ、一応ジョッキーのかぶりこれでないよね。大丈夫ですね。では行きましょう。ネクスト、ナシアステークススマートファルコンです。一番人気。となっております。あ、これ G3 か。G3 だったら、まあ、そこまで重視する必要はないか。ダイジェストです。最終コーナーをカーブした。持ったまんまですね。入りました。スマートファルコン、先頭。後続とは3馬身以上の差。後ろか、決まった。でも勝ちました。スマートファルコン、ゴールイン。2着はブリーディングスユニーク。スマートファルコン、見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。いいですね。 G3 ではありますが、海外遠征を制しました。山の着歌がパース賞、これも G3 ですね。着歌はどこだ。102。ダイジェスト、サンクルー競馬場 G3 パース賞芝 1600m です。前はセカンドマーチ。さあ、持ったまま上がっていく着歌。先頭へ長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭は天野着歌。あと 200m 後続を引き離す天野着歌。セーフティーリートでしょう。2番手はビンスケールビオ。天野着歌先頭、勝ちました。ゴールイン。2着はビンスケールビオ。3着にグッドババ天野着歌。見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。海外重賞制覇ですね。最初クリテリウム国際天の線の風、3番人気か。竹豊、お、淀川由衣子が春子に騎乗。ファルコはまあ人気ないな。クティコバ、ナタゴラ。先方は先行のままで、ダイジェスト。サンクルー競馬場 G1 クリテリウムアンテルルナシオナル2歳芝 1600m です。
前はナタゴラ。ここで先頭が入れ替わりました。天の線の風、ナタゴラ2番手に控えました。残りあと 400m。 さあ2頭並んで叩き合いだ。変わりました。ゴルディコバ、残り 200m を通過して、ゴルディコバちょっと差を広げられた。待てた。ゴルディコバこの馬で決まりか。ゴルディコバ強い強い。ゴルディコバ圧勝ゴールイン。2着はアイランドシャルール、勝ったのはゴルディコバ、見事な勝利です。千の風は6着に沈みました。のどなぎか、医療です、医療ですね。コックスプレート天の小泉1番人気、最内枠130120行く間ないから、これは勝てるでしょう。レース行きましょう。ムニーバレー競馬場コックスプレート、芝 2000m G1 です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはグランディシャーミーエイコンプリメロ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグランディシャーミー花に立ちます。その後ろからはバレーウィーフリング、この馬も上がっていく構えです。さらには天の小泉、漆黒の馬体エイコンプリメロ、その後ろ小泉2番手につけましたね。少し開いてエースティディレクター、アルキオーネブラッシュ、それに続きます。間が空いてガイドブックカナス、その隣にバリークラウド、内からはアーキペンコ、並んで8番サンクオートグレイン、その外にブリューピコ、パワフルキッシング、そのうちに続いています。ちょっとサンドされてます。サーストンバウンダリー、赤の帽子デュークトレール、その後ろ、その外にブレイブリベイユ、最高峰にソーレベランス、各馬鮮やかな半走路もう最高な。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最高峰までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。16番アルキオーネブラッシュ、先頭は依然としてアルキオーネブラッシュ。2番手天の小泉、一気に先頭へ。間を挟んでバレウイフリング、3番手天の小泉 E1、安城のゴーサインに応えるか。この辺りで後続が先頭に踊り出ました。直線は短い。カーブをして直線コースに入りました。あと 200m 天の小泉粘り込みを図ります。一気にアーキペンコ天の小泉なんとか粘った。一着2着にはどうやらアーキペンコ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の小泉、まさしく日本が世界に誇れる馬です。小泉興奮、52キロを恵まれて勝ちましたね。コックスプレート G1 5連勝となります。そしてメルボルンカップ長距離戦です。天の玉ちゃん1番人気、ライバル馬が多いな。117のカタニアスタンプ、こちらが一番高いですね。ライバルはテューダーセルリアンとデュークマニラになっております。テューダーセルリアン100切ってるんだ。先方はまあ先行馬有利だけど、なんとか勝ってほしいレースです。フレミントン競馬場 G1 メルボルンカップ芝 3200m 長丁場です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート、先行争い何が行くでしょうか。ジュールズナチュラル前に行きそうです。カタミアスタンプそれに続いています。さらにはミヌノンミスワキ、12番モナシアビーチ、
その後ろジュールズナチュラル先手を取りました。これに続くのがインターバルシャックナイトエレノア、すぐ後ろ好位置をキープしています。天野タナちゃん、その隣にウィルダネスサーブデュークマニナ、それに続きますストレートミラクル、その前に進出、これに続いてファインチューナーですね。黒の帽子ドージングフェリア、その後ろすぐ後ろにトゥーダーセルリアン、その後ろからはオーメリックアリアンス、並んで G1 馬エフィシエント、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。最後方にエレクトライメージ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番ジュールズナチュラル依然として先頭、すぐ後ろにカタミアスタンプ、さらにはモナシアビーチ、大きく離れましたミヌノンミスワキ、ウィルダネスサーブ、それに続いています。その外からストレートミラクル、インターバルシャック、それに続いています。並んで3番ドージングフェリア、その外にナイトエレノア、天野タナちゃん、後ろからになりました。並んで1番、トゥーダーセルリアン、後ろだったっけ、タマちゃん、その後ろにジュークマニナ、差し馬だから後ろですね。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ後ろにオーメリックアリアンス、しんがりからエレクトライメージ、前の方からもう一度10番ジュールズナチュラル依然として先頭、並んで16番カタミアスタンプ、すぐ後ろにモナシアビーチ、そして大きく離れてミヌノンミスワキ、この位置です。すぐ後ろにストレートミラクル、その後ろにウィルダネスサーブ、その外にインターバルシャック、並んで3番ドージングフェリア、さあどうだ、ナイトエレノア、天野タマちゃん、後ろから、さあ先頭はまだ古豪ジュールズナチュラル、カタミアスタンプ、ほとんど差がありません。モナシアビーチ3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。少しずつ上がっていくが、ここに立った、カタニアスタンプの方がいいな。さあ中割ってきた天野タマちゃん、先頭に踊り出るか、いやさらに内から、エフィシエントだ、敗れました。エフィシエント完勝、2着は天野タマちゃん、3着にドージンフェリア、勝ったのはエフィシエント、見事な勝利です。カンタラステークス天野アミーゴです。1番人気アミーゴは132、レース行きましょう。フレミントン競馬場 G1 カンタラステークス、芝 1600m をマイル戦です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート、まずは先行争い、何が行くでしょうか。天野アミーゴ前に行きそうです。グレートボイス、それに続いていますギャラントスーパースター、後方から先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはスターコーモラント、その隣にストライキングアラマ、オーシャンウィンス、この馬もこのグループ、すぐ隣にキャビアトアモレッツァ、内からはグレートボイス、白の帽子サビジハッシュ、その後ろ、その外からマイヤーウィーク、さらにはドラゴンオーバー、並んで3番マスクトテヘラン、天野アミーゴ、いい位置です。アルキオーネバレー、すぐ後ろ、先頭は依然としてスターコーモラント、2番手はキャビアトアモレッツァ、後位から上がってきましたね。10番天野アミーゴ、差を詰めてきました。もう先頭へ踊り出た。先頭を捉えるか、日本と世界意地のぶつかり合いだ。さあ先頭に内側から来る馬いるか、後続とは3馬身以上、大丈夫ですね。あと 200m、後続は大きく離れました。ぶち切りました。ギャラントスーパースター完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はギャラントスーパースター、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野アミーゴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。圧倒です。あ、3歳でか、6連勝。さあこれ海外は終了。 KO 杯2歳ステークス、クラブはヒストリックスター出走です。ここは湘南アルバがグリグリの一番人気ですね。メジロマナーズが続いている状況です。
ひとまず見ていきましょう。ダイジェスト。東京 G2 京王杯2歳ステークス、2歳限定芝 1400m です。さあいよいよ直線の攻防、湘南アルバ先頭、突き放しにかかります。シャリーズブレッド2番手、手応えはどうか。湘南アルバ先頭、2馬身から3馬身のリード、残り 200m を通過して、先頭は湘南アルバ、2番手はアグネスメガ、後続は大きく離れた。湘南アルバ1着、湘南アルバ完勝、2着はアグネスクレバー。息を長い伸び足ですね。次です。ファンタジー KBS 京都賞ファンタジーステークス、クラブはマイネレーツェです。ダイジェスト見ていきましょう。4コーナーカーブから直線コースに向きました。 FT マイヤー先頭、内からオープンレード、外からポルトフィーノ、残り 200m を通過して、一気に後続が抑えかかってきた。一気にルルパンブルー、 FT マイヤー厳しいか、ルルパンブルー、ルルパンブルー、1着2着は FT マイヤー、3着にマイネレーツェル、勝ったのはルルパンブルー。アメスがルーパンブルーが一波乱を起こしました。さあアルゼンチン共和国杯クラブは凱旋リベンジは7番人気、ローゼンクロイツか、ちょっと厳しいかもしれないな。ダイジェストで一応見ておくか。東京 G2 アルゼンチン共和国杯芝 2500m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。東証ナイト先頭、外から凱旋リベンジ、来てる来てる来てる、リベンジがまだ後ろ、懸命に前を追っています。残り 200m を通過して、東証シロッコ先頭だ。東証シロッコな、2番手はコンラッド、内から一気にオーキパウェーブ、東証シロッコ、東証シロッコな、1着2着はオーキパウェーブ、見事に勝ちました。東証シロッコ、ローゼンクロイツ敗れました。これは掲示板までです。凱旋リベンジャー人気同様な着。そして宮古ステークス、天の勝ちタイヤ1番人気 1.9 倍、印はグリグリ。ダイジェスト、京都 G3 宮古ステークスダート 1800m です。4コーナーをカーブして、もうぶっちぎりですか。天の勝ちタイヤ先頭、残り 200m、 後続を引き離しにかかります。残り 100m、うん、2番手はモータースタンプ、天の勝ちタイヤ、この馬で決まりか。天の勝ちタイヤ独走、天の勝ちタイヤぶっちぎりです。2着は微妙です。天の勝ちタイヤ見事1番人気に応えました。59キロも何のその、あれ、さあこれがジャパンカップ招待馬となっております。マリーサイドっていうのがダイワスカーレットのライバル馬ですね。ダイワスカーレットでもちょっと距離長かったような、なので出ないってことか。さあオーケンブルース・リーがデビューです。そしてエリザベス女王杯、アモノ・ジュピター、アマノ・サクラを2頭出しとなります。アマノ・アミーゴがギャラント・スーパースターとライバル関係。鉄板ホース、うん、天の桜の方が上ですね。あ、一強だ。ウォッカも言いますが、それでも天の桜。ウォッカちょっと怖いな。どうするかな。まあ、これだよな。
そしてもう春日と世界に花が被って、世界に花が滝豊かに変更。それ一方で、スマートハルコンはこれで、重賞を取ることができたんで、3周のレース出られればいいんだけどな。まあ無理か。G1 ないから帰ろう。春日もいるけどな。で、そして着歌がパッション1着 G3 だからな、あくまでこれは。確かに阪神カップ制したら強いけど、タート馬だっけ、いや芝の馬だな。ちなみにハリウッドダービーはダイワスカレットがいるから邪魔できないな。ここかな。ん？一周放牧でいいか。で、千の風が柊木賞。リテウ国際はちょっと跳ねのけられました。あ、のどなりだ、そうだ、違う、縮んだっけ、健康向上、ここで使わないと。でどうする、あ、ヨークのみなんだこれ。いや、そうじゃない多分。健康向上、あれちょっと違った、調教師だっけ。8もあるんだ。お、なんかこんなのもあります。地味に強いな。2頭は強いよな。よく2頭分だもんな。これあ、ダメだな。喉鳴りを直すにはどうすればよかったっけ。
千の風が喉鳴りだから。これだと喉鳴りは直さない。まあ、堅実に行くしかないかな。レース出すよりは無にしない方がいいかもね。天の桜ですね。で、対抗がウォッカ、続いて天のジュピターとなっております。オディール結構稼いでる？いや、まだだな。まだそんなに稼げてない。ガイセンさんがもう、でもワンセグが高すぎるからな、一口が。さあ最後の週行ってみましょう。さあ王権ブルースリーのデビュー戦です。1番人気じゃない、2番人気です。お、天の見直しなんですね。天魔神保には父親は。あ、なんか調子悪い。適性が悪い。ダイジェスト。福島2歳新馬戦、芝 1800m。王権ブルース3メイクデビューです。短い直線に入って、もでも持ったまんま。王権ブルース3先頭、リードは2馬身から。勝てるんじゃないの？残り 100m。あ、なんかティホシャシゴニーの姿勢がすごいが、ギリギリ粘りました。天魔シンフォニー3着に西雲ガウン、見事に勝ちました。王権ブルースリー。いいえ、オーロカップ飛ばします。そしてエリザベス女王杯、1番人気天の桜、2番人気天のジュピター、ウォッカも登場、フサイチパンドラ、スイープ東証もいます。まずは印は、これは天の桜グリグリで天のジュピターが丸、ウォッカ黒三角が最強となりますね。天の桜はいよいよ本格化ですからね。ウォッカも怖いんで。こんな感じかな。ジュピターは先方選べませんが、天の桜を勝たせたいからな。逆に、前に行かせよう。レースです。京都競馬場、G1 エリザベス女王杯、牝馬限定、芝 2200m、秋の女王決定戦です。天の桜本格化なるか、ウォッカの動向も気になります。
京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに古馬の壁すらも飛び越えるか、それとも古馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のエリモスカイ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ローブデコルテ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してローブデコルテ鼻に立ちます。その後ろからはアマノジュピター、この馬も上がっていく構えです。さらにはサンクラシーク、4番フェンマインゴッド、その後ろアマノジュピター先手を取りました。その後ろからはエルチプラダ、アルキーバラッド、それに続きます。すぐ後ろにエルイメージ、その外にフサイチパンドラ、オレンジの帽子オリーブコリーダー、その後ろテンマバトル、そのうちに続いています。並んで5号ヤマリンアラバスタ、その外から西のナースコール、その後ろにスイープトーション、その隣にウォッカ、内からはディアデラノビア、並んで9番ディアチャンスですね。一番人気の天野桜は後方につけています。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。早くはないな、最後方までおよそ10馬身、前に行く番少ないだけに。さあ先頭は依然として G1 2勝ジプターが先頭に立ちます。2番手はサンクラシーク、エンマインゴッド、3番手天野桜、まだ動きません。後続も追い上げていきます。さあ先頭は天野ジュピター。あーでも天野ジュピターも勝たなきゃいけないんだよな、まだ G1 2勝なんで。あー下がっていく天野桜、4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野ジュピター先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。残りどうだ、線はオッカが来たが、天野ジュピター、後続あージュピター強いな。後ろはどうだ、天野ジュピター、1着ジュピターですね。3着にテンマインゴと安城、お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのは天野ジュピター。天野ジュピター多い、逃げが決まりました。逃げ切りです。奇襲逃げ切りですね。7着なんだ、さくら。さあ、マイルチャンピオンシップはフルの4と、さらにイナバウアー、キャンキャンもデビュー。エネループは出られんのかな。さあ、マイルチャンピオンシップです。淀に集う強者たち、本格化。ドーバー、遠心ドーバーなんだ。ロジック、あれ4といるのになんで？わ、全然出てこない。いや、それはないでしょう。だってダイヤメジャーとかいるのになんで出てこないんだ？さあまずはオーケンブルースリーですね。ホープフルか、ホープフルはいいと思いますが、向井騎手はちょっとないと思うが、武豊か、乗ってもらおう。乗ってもらえるかな。まあまあ小泉と被っちゃうんだよな。じゃあ別のそれなりのジョッキーに、アンカツさんかな、クマちゃん行きましょう。アメリカンオークス被るんだ。ナイト被るんだろう。とあデゼニシーか。まあじゃあしゃあないですね。乗せるわけにはいかないです。あ、そうや、岩田騎手もいたな、そういや。おお、売っときましょう。
あ、でも乗ってくれないのかな。あ、いたいた、乗ってくれる。いろんなジョッキーに乗せて試したいですね。そしてジュピターとサクラが次どうするかですね。ジュピターはちょっとこの距離は長いんじゃないかな。休ませてちょっと考えたい。距離は16ガス加減なんだ。まあ一応ここに登録はするけど、2周放牧ですね。さくらは下限は 1700m か。まあ、JC とかあるけど、あ、ハウル出てるんだ。どうするかですね。愛知杯は出れる？賞金がちょっと高いな、愛知杯出すには。ですですね。でも富士奇跡ブライアンズタイムも持ってます。天のジュピターの調教師だったんだ。やっぱり大和メジャーですよね。対抗が天のなんでだろう。ミッション。サシウマだよな、本来ジュピターって。でも逃げ切りも結構あるんですよね。ま、前に行っても走れる馬ってことなんでしょうね。ああ、なるほど。勝負根性は B プラスあるんで悪くはないですね。こう見ると、ということで、途中10分から15分の休憩を挟みましたが、4週分、ブリーダーズカップ中心にたっぷりレースを流して進めていきました。秋競馬も、秋競馬もですね、ちょうど、目立ったとこでありますからね。進めないのはしゃあないかな。ということで来週は、まあ12月3週まで進めればいいなと思ってます。で、その次が年末年始ですね。いよいよ2007年も大詰めを迎えてまいりました。
ツイッチで配信をお送りしてまいりました。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメント、引き続きの視聴お願いいたします。ツイッチ、ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブはあさって19日21時ごろ YouTube のプレミア公開で流します。 YouTube チャンネルはチャット欄に記載してます。ぜひアクセスの上チャンネル登録、動画の高評価などお願いいたします。 This Live アーカイブYouTube アップ、YouTube マイチャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitter もやっております。こちらも Twitch のチャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスしていただいて、アカウントフォロー、いいねも押してください。Twitter、マイアカウントビジット&アカウントフォロー&グッドボタンプリーズということで、ウィニングポスト92021お送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。